三森に仕掛ける。さあここはナナがスコアしてきました。縦狙ったところで荒川スティール、宇都の前から荒川ジャンパーです。ウィルソンのシュートでしたが落ちて、マーフィー走って、ここはイージーレイアップでした。いいですね。ロング高橋光陽、シュートは決まっていい。マーフィーのピック高橋使って、ロングジャンパー。どちらかというと三河の後輩はそんなこともないだろうとは思うんです。ロングの歌詞なんですね。おー決まりました。荒川ところだって言ってましたね。まあ、それぐらいプライドを持っています。さあ橋本が破っていって同点です。倉園から7外からバンクショットできました。モータム、三森のヘルプ、7がリバウンドか。ピックとは逆に桜井、バスケットカウント、これで同点。さあその桜井バスケットカウント、ワンショットは決められませんでしたが同点。荒川が破っていきました。ねえならはそのところに藤沢が入っているという後半のスタートです。外から荒川、最初のスリーポイント、モータムとナナーがポストアップした。ここはミスマッチ、モータム N1、 ロングとピックアンドロール、ロングが抜け出しました。バスケットカウント、ポジションになるレバンガです。ロング振ってマーフィー外から決めた。これで逆転レバンガです。ロング寺園がいた、沈めてきました。逆転北海道。ロング中野はどうでしょう。ああここはやはり沈めてくる。さてマーフィー決めた。寺園の高橋抜けたが、これ落ちてロングバスケットカウント。縦ロングパスで高橋です。マーフィーに戻す。寺園プッシュ、寺園行ってフィニッシュ、浮かせて決めました。マーフィーがピックに行ってその逆、高橋沈めてきました。ボールがレバンガへ、そして縦マーフィー叩き込みました。ここからプロの世界です。さあマーフィーが今度は縦にペネトレイトです。ナナーにはここで入る。おおナナー突っ込んだ。これスイッチした。モータム決めた。ベンチではロングが準備をしています。ナナー対藤高、モータムスリーポイント決めてきました。で橋本から荒川、さらに横断、高橋光陽決めた。進化に